はい、40代独身男の馬券勝負、今回もよろしくお願いいたします。はい、今ね、東京競馬場に来て、馬券を買ってきました。函館記念、買っております。もうね、始まる直前でもないか、福島の11が始まるところかの、直前なんですけども、まあ、馬券の方発表したいと思います。私ね、マイネルクリソーラから、買ってまして、まずワイドこちらになりますね。はい、ここだけ買っております。2点、デビットバローズとアケルナルスターでワイド買っております。とあとは3連複、こんな感じで買っております。2列目にね、サボーナと、デビットバローズにさせていただきまして、あとは、前日上げた動画の、前日とか今日の朝ね上げた動画の、6頭プラス、ですね、ちょっとね人気、なんかもしれないですけど、サンストックス、サンストックトンを追加で入れさせていただいております。でこれで、勝負したいと思います。ちょっとね、ここ先週からね、一つも当たってないというね、奇跡の、競馬がついておりますが、どうにかここでね、流れを変えれればいいなと思っておりますので、これからねちょっと競馬を見ていきたいと思います。はい、函館記念、終わりました。私の本命ですけども、マイネルクリソーラ、直線ね伸びずに残念なことに9着に終わってしまいました。まあ、勝ち馬がホービスケッツでね、逃げ切って、2着も、なんだっけ、2着はもうグランディアか、三浦騎手のグランディアが2着で、まあ一応ね上げてた相手で決まったんですけどね、まあ、3着のアウスバール14番人気がね来たのはちょっとびっくりだったんですけども、まあ結局、前々の決着で終わってしまいました。差しが届くのかなと思ったんですけども、全く差しはダメでしたね。2番手に、ね、上げたデビットバローズに関してもね、最下位16着だったので、まあこの前ちょっともしかしてなんかあったのかもしれないので、なんとも言えないですけどもね。まあそうですね、マイネルクリソーラもね、もうちょっといい結果出てくれんじゃないかなと思ったんですけど、あのレースを見る限りだと、やっぱ中山金牌みたいなね、ちょっと前つけてレースした方がね本当は良かったのかもしれないので、やっぱ外枠っていうのはちょっとあだになったのかなっていうのは思いました。これはもうちょっとね内枠につけ入ってればね、もうちょっと前つけれてもっと違った結果になったのかなとは思うんですけども、まあ結果論なのでね、まあ仕方ありません。まあこれも競馬です。まあまた来週頑張っていきたいと思います。岩田康成騎手おめでとうございます。はい、ということでね、今回のね、実践編、函館記念の実践編は以上させていただきます。最後までご視聴の方ありがとうございました。そしてね、僕はねこう、競馬に関することをメインで動画を上げさせていただきまして、競馬の盛り上げの一助になればいいなと思っているのと、皆さんに少しでも馬券の参考になればいいなと思って動画を作っております。まあ参考にはね最近なっていないですけれども、また来週頑張って、動画作ってあげたいと思います。最後までご視聴の方ありがとうございました。また来週頑張りたいと思います。ちなみに函館最初です。こんなに買っております。当たればいいんですけどね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。